初ヒット、初ホームラン、初満塁弾。ヤクルトドラゴ北村慶吾、プロ初ヒットが満塁ホームラン。これは村上の系譜か広岡の系譜か。北村すご。初ヒットがグラスラか。こんなんポチるしかないわ。プロ1年目にグラスラはすごい。今年は主力の怪我や不調も相まってチームは低迷してるが、並木といい若手の躍動は見られてるし、意味のあるシーズンではあるな。北村もおったし、ロドリゲスもまだ球高かったりするけど、めっちゃいいヤッコっぽくて新戦力の応援しがいがあるな。広島投手陣が案の定収束してきてるな。守りは指標酔い側で本当にヤバいの綿なんやけども、ファームでは北村と沢井の大卒ルーキーコンビが暴れとるからな。本間打者は優秀な球団だわ。ヤクルトこのタイミングで世界を荒らしに来る飛躍子。ヤクルトのプロ初ヒットのホームランは西浦、広岡、村上、北村。北村は当たりか外れか。現役ドラフトに出された渡辺もプロ初安打がホームランだったんだけど、完全に忘れられててくさ。ご視聴ありがとうございました。